はい、4時過ぎました。前も歩いております。やっぱどうだっけ、八宝菜こんなここまで食っちゃいましたね。これは朝のとんかつでしょ、これは前のご飯で、とんかつが残ってるね、数日前のね。それでゴミが残ってるね、参ったね。ちょっときれいに片付けるの忘れてました。で、ちょっと味噌汁が残ってますね。料理始める前に何やんなきゃいけないかっていうと、こういうものを、これ汁作りますからね、汁をね。これ、捨てる、もったいない、捨てない。もう一回食べる。ね。多分スーパーとかなんかでボコッとこう買ってきて食うような人たちっていうのは、僕もそうだったけれども、あれですよね、残らないんですよ。それで残ったら捨てちゃうでしょね。あれなんだよね、それはあれなんさ。今お客さんに聞きます。でこういう生ゴミはね、ちょっとこれも処分しとかないとご飯の用意の時困っちゃうんでね、これだけはちょっと片付けちゃいますかね。この間の話してみたいな、後片付けっていうのはあくまでファイアファーですから、なんじゃそれ、おい、これから料理を作るのに邪魔にならないように片付いてれば、直前の片付けは OK ですよね。で、何を食うかってのはそこを見てね、考えなきゃいけないですから。で、生ゴミはとにかく、匂いが出ないんでね。明日は、木曜日だから、あ、ゴミの日だね。いつ頃捨てられるかっていうのまで考えた上で、生ゴミの処分はしないですね。でも、まあ、一晩置く場合は、まあ、ほとんどビニールに包んでるんですよね。そうしないと、ちょっと困った感じですね。今は鮭をいろいろと買ってきてね、こうやってね、生ゴミを。新聞ってのはさ、3000円とか4000円とか取られちゃうでしょ、3000円、100円とか。それだけ金かけてね、ゴミ包む紙買ってると思えばいいんだよな。ごめんなさい。洗濯物のペーパーに誤っておこう。スープの時とパブリッシュ、イズパブリッシュ、いい映画でしたね。まあ、もう泣いちゃいましたよ、ぐしょぐしょに鼻が見ながら。さてさて、誰が殺したククロビンですか。誰かどっかからビール持ってこい。はい。何作るべ、何作るべ。なんかエビ心臓、これなんか美味しいらしいですけど、ちょっと焼いて食うと美味しいですね。でこれがね、半額、半額になってる刺身は速攻で買います。それであれを食うでしょ。それからこうやって中見ると分かりますけれども、これが煮しめね、煮しめ、昨日作ったやつちょっと食います。大体俺しか食わないよね。やっぱこれがね、汁です。昨日の汁ね、株が入ってる汁ですね。ちょっとこれをまた、ちょっと美味しく食べるようじゃござんせんか。株とキノコがいっぱい入ってる汁だからな、白菜入れて煮ればいいかね。まあ、こんなもんでいいか。ちょっと、いろいろあるって、あ、これもやっちゃいたいね。宮城ニシンね。これ100円でしたから。これ、このから混ぜてずっと茹でますからね。茄子あんね、茄子。茄子いいね。しそ。これね、しそを使って、今日は刺身を食べますね。しそで刺身。それで、茄子切るか。何切るかな。ちょっとここは悩むところですよね。インゲンあるね、インゲン。インゲン結構高いよね。
新年って結構高いもんですよね。新年祭はさっき食ったし、もやしも食いましたね。いや、俺はな。俺はな。何食おうか。ほうれん草もちょっと残ってるね。ほうれん草は、ちょっと汁に入れようか。白菜も入れて、この人参も入れちゃおうかね。大根そろそろ食っておかないとまずいよね。キャベツは明日、まゆちゃんのご飯。豆苗も明日でいいか。豆苗もちょっと入れようかね。まず、汁スタートだね。汁スタート。カブが入ってる汁なんだね、これね。まあ、タタタと食っちゃえばいいでしょう。で、このまんまこれ食うのはいいんだけれども、これだけだと、ちょっと、もったいないっていうか、量が足りないからね。だいたい2日目でみんな食っちゃうっていうふうに考えてますよね。で、今日食えなかったらもう捨てちゃう。うん、こんな残ってるでしょ、ほら。うん、うまくいだろ。やっぱ、ちょっとここに、まずは白菜をダッダッと切って入れちゃおうかな。人参もまずちょっと切って入れとこうか。人参はね、美味しさが出ますから。人参をちょっと切って、ちょっと切ったら、なんか前がありますあっちで何かやってる。胸張ってきたから悪いことやったな、みたいな。またお前、机の上に存在したんろ。机の上に存在するんだよね、マルちゃんね。この白菜の中にね、ものすごい数のそのマイクロバイオームがいるから。これは、だって、この中には、私たちの生命と同じ生命が、生命っていうか細胞が宿ってるからね。その細胞を食べるのが食事の目的だから、それを忘れちゃいかんよ。ただ豚の膵臓とかなんかのさ、飲酒って人間にも効くから、そのまんま入ってこられるとちょっと大騒ぎなんだよね。多くの生命っていうのは特定のものしか食わないから、それこそがその食物連鎖ってものの意味でね。別に人間が捕食者として一番偉いんだよ、なんてそういう意味じゃないね。この間栄養学の本読んでたらさ、人間はその食物連鎖の頂点にいますから偉いんだぞベイビーという感じで、バカかこいつってね。ちょっと突然切ってしまいましたけど、面白そうでしょ。突はい、じゃあトツ入りました。で、豆苗も少し、コインタン少しずつでいいからね。あんまりいっぱい入るとさ、これうまくねえよ。こんなもんでいいか。豆苗って結構なんていうの、味にこう人間をこうイラッとさせるところがあるよねイラッとするんだよな、豆苗って。そんなこと言っちゃいけない。ちょっとこれ隠しとこう。はい、豆苗 OK。 あ、ニシンどうするかだな。まだ決まってなかったね。ニシンは今日、茹でておいて、明日食うか。それでいいね。はい、まずはこっちね。あ、やっぱこれね、このまんまいきますけれども、ちょっとこれは水が足りないな。ちょっと水が足りない。まず入れた分だけしょっぱみが消えますから、それの分だけちょっとだしの素を入れますね。食事はもうこういうなんていうの、レストランとかさ、食堂って作っても分かるけれども、自分でこうやって作ったものほどはうまくはないよね。うまくないっていうことはなんていうの、足りないんだよ何かが。
それを忘れちゃダメじゃない。僕はもうそれを忘れたくないですよ。ずーっともうなんか炭水化物ってさ、食べるとさ、もう何にも言えなくなるぐらい美味しいからさ、それだからあのもう商品として最高だよね。けれどもダメなのね。ミシンはこれガンダガラガラと1時間ぐらい煮ちゃうかな。何やってんの、これね、そうこうね、匂いがすごいんだわ、ミシンってね。これでもこれもう油がすごいよね。生ニシンも結構うまかったね。でガンダガラガラと小ぬかで煮ます。小ぬかで煮るとあのいいことがあるらしいよね。何が言いたい、小ぬかはねこっちにあるんですね。おいしい、これは小ぬかです。これは小ぬかね。小ぬかって腐るからね、冷凍しておかないとダメです。うどん炭水化物万歳おい、これね、まあ、軽く追い出なってやって伸びてこう、ここも追い出すよね。もうこれですごいミシンの香りがするもんね。はい、はい、これね、ここに本当あの先ほどこれなんかもねこの風にこんなにいっぱいじゃないですね。こんなもあれば十分。で、これこのまんま煮ます。そしたらそのまま煮るしですね。こちらはこれで。ちょっとよく煮てやんないとね。豆苗がね、ちょっと強い味ですから。あ、おいしい、おいしい。豆苗の味ってなんかこういうのにこう一気に違った世界に連れていきますよね。やっぱ違った世界、やっぱ豚のバラ肉この間入れちゃったからな。これだね、これね、鶏の蒸したやつね、茹でたやつですよね。今日はちょっとこれをこうさばきながら入れてあげましょう。そうするとこれがほわほわっていいお味が出ますね。鶏ハムとか言ってね、これ鶏を茹でたやつをマヨネーズ食うのをなんか美味しいじゃろうなんつってるけどさ、結局はなんかこういうのに入れてくった方がうまいよ悪くなったよね。うん、だるだる、カツ丼もね、やっつけちゃったから。で、これね、昨日の汁をね入れて温めたら食っちゃいましょう。今日はこれがまたうめぞ。ブロッコリーもちょっと見えすぎちゃってるね。ブロッコリー見えすぎるとあんま美味しくないから最後にまた戻しましょう。
で、こちらはコトコトと煮えております。これはあと明日また前から。はい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 、ね、はい、これね、葉っぱ入れて、あの部分一番最後ね、いつもね、これはそのまんま見ればいいでしょう。これはこのまま、はい、こっちね、今日の汁はこれだね。結構うまいね。これで大体お腹いっぱいなんですよね。でやめときゃいいのにさ、それからビール飲み出してさ、刺身食ったりしてさ、やったぜ、ほほほーいって言ってるとさ、もうそのまんま気がつくと飲んでますよね。まあいいかな。はい、もうこれ、うん、醤油いらないぐらいだな。はい、OK。で、これからいろんなことが始まります。いろんなことが始まります。今日のメインイベントですね。これ、そうです。相当ニンニクほほーなんか来ますね。これね、まずはこれをこうやってね、この間どうだったっけな、あの出張で行ったところでカツオのね、やっぱ刺身が出てきて、それはニンニクを絞ったやつの醤油で、ニンニク絞ったやつの醤油、ニンニク絞り醤油パヤッパーだったんだけど、僕は絞らないですね。絞らないでみじんにします。みじんに、これでいいか。よいしょ。はあ。はあ。ここにもコトコト煮えております。めくりんげのよう、もう臭みっていうか油がここにね取れていきますからね、柔らかくなりますよね。でそのまま冷やしておきますから、一晩ね。で明日朝これ洗って煮詰めしましょう。ほう、肉はね、やっぱりちょっと小さいつぶつぶニンニクもやっぱり五分の魂がありますからね。めんどくさ、捨てろ。五分ぐらいならいらん。やっぱこの中にこそ生命が入ってます。そっか、明るい方向へ。また暗くなってた。
それをねポン酢とあのシソの葉で刻んで入れますね。すごい美味しい。絶対おすすめ。あのすりおろしたりするよりこっちの方がいい。辛くない。でこの刻んだなんていうのエキスが逃げないようにパッとポン酢にね入れてやると美味しいですよね。忍法この葉みじんはぁドーンって一瞬で終われよ。この葉みじんってのイガンカレマル出てきてるイガンカレマル。あ、やっぱなんじゃそれ。これはい、ここ入りました。この葉みじんです。この人そういつも洗わないんだけどね。大丈夫だよね。うわいい香りがする。うわいい香り。はい、やっぱここにポン酢が入ります。あれ俺買ってきたんだ。ポン酢はえ、ポン酢ないぞ。ポン酢がない。どうすんの。ないとできねえよ、何も。ここに入れますね、カラミね。ないよ。ポン酢がね、でっけえポン酢買ってきたんだけどね。これ似てるよ。大体大在庫にしたりね。まあいいや、後で出てくるの。でもなんかその間にもあのこの風味がこう飛んでいくっていうのはちょっと残念。あ、ありました。もうこのポン酢がね一番美味しい。なんで宣伝してんだよお前。ミツコーン。金くれ。こうやって入れるの。これ一番美味しいです、はい。これをねこれご飯にかけて食ってもうめえから。はい、じゃああととんかつにのせても美味しい。何でも美味しい。これ万能万能選手だよ。万能選手頑張れ。万能選手酒のおつまみにもいいよね。あ、ほぼ最高。はい、じゃあ終わりましたから、これ半額。
半額のかつぶし、めちゃくちゃ薄く切るの好きね、これはね。だってさ、これだけの量だろ、お店で食ってみ、うめえから。うめえよ、お店で食っても、どこで食ってもうめえよ。刺身っていうのはね、なんていうの、海の中を泳いでるお魚でしょ、あときめえだよ。つまり海の中のマイクロバイオームを連れてくるわけでしょ。でそれを何の加熱もしないで生のまま食っちゃうわけだろ。こんな美味しい最高のものないよね。最高のものだよこれはね。カツオのたたき一番好き、このぐらい薄く切るの好き。刺身包丁何でもいいからね、ありゃいいよ。普通の包丁よりもまあ切れた方がいいけどね、どっちでもいいよ。大事なのはお店で売ってる柵を買ってきて切るっていうところね。一匹おろすのもいいよ、俺も一匹おろすことあるけど、めんどくせえがね。でこういうふうにやっちゃダメなんですよね。シュッと一回で引っ張ってやるんだよね。でもあれだよね、深海がマイクロバイオームのクローニングっていうふうに考えるとすごい重要なんだよね。天敵とか打っちゃうと、あたかもこれこの船ちゃんとしてるよねっていうふうに思っちゃうでしょ、全ての細胞が。ところが何らかの問題があると、今俺たち問題あんだぞってわかるじゃない。だからそれに従って他の細胞は適応していくわけでしょ。なんか臓器を部品で考えるとダメだよね。僕みたいな糖尿病の患者ってのはさ、やっぱり臓器を部品として考えちゃうと不良品だけど、新たな環境になっちゃったわけだから、それに対応していくように体全体が動けばいいわけでね。それを僕は寛解って呼んでますけど、医者はさ、寛解っていうのはまあ薬飲まんでもいいやっていうか、それを寛解だと思ってな、バカだからよ。言っちゃったよ。新しい環境に適応するっていうさ、常に細胞ってのは適応しながら生きてますからね。はい、じゃあこれはまず刺身と、刺身軍団パヤッパーこうね、こう乗ります。このぐらいがじいちゃんのね、刺身切りです。大体刺身切るのが一番最後なんでね、この時間になるともういいよねっていうね、もういいよね、パヤッパー、うん、うまい、うまいね。これがいいですよね。このぐらいでいいかな。これでじいちゃんの刺身が出来上がるんだね。いつ終わり。これ食うとさ、元気になるよ。90だから。いくつでも元気になるよね。まさに生命がこう、身体の中に。よっ、毎度って言って来る感じするでしょ。よっ、毎度。今日も元気そうですね。
これ入れるの忘れてた。じゃあ今日もゆっくりご飯食べてくださいね。毎度で、こうやってお菓子、もう枯れ始めてもいい子だな。朝の5時50分になってたわ。タイマーやべえ。まあいいや、なんとかあります。はい、で、こうやって今朝のカツ丼ですね。カツを切ったやつ。まあ、そうじゃろ。で、そんな魚だね。魚はしゃもね、特にここの内臓のところが絶対いいはず。体が求めてる味だね。うまい、食える、うまい。全然飽きたんだ。昼の発泡酒ね。で、あとは汁を持っておじいちゃんの晩ご飯ですね、これで。僕らも食べますけどね。食べっこいじゃんか。鳥が見当たらん。まあいいか、鳥、これ鳥だ。はい、ってな感じでご飯ちょっと炊けるのが後になりますけどね。これでおじいちゃんのご飯 OK でしょう。ということで今日はちょっと早めに終わっちゃいましたね。これをよく煮といて明日食べることにしましょう。身が禁止みたいなのはね、下茹でをしないとできないですから、それを分かっちょるか、まゆう。ということで皆さんも美味しい晩ご飯食べて元気に暮らそうじゃございませんか。じゃあね。